構降ってる感じで。はい、というわけで終わってませんですよ。え？あの終わってなかったんですまだ。視聴者さんリクエスト第2弾。そのまんま行きますか。もう帰らさねえよ。何？タトゥー紹介します。あ、タトゥー紹介。タトゥー紹介。できますもんね。もう行っちゃうこのまんま。だからはい、いろいろ髪やれとか、アクセサリーやれとか言われて、はい、タトゥーも見てとか言われてたんで、うん、はいはい、もうやっちゃおうよ、ちゃんと、うん、はい、なので、脱いでください。はい、はい、ちょっと俺、下タンクトップやって、俺いいっすよ。恥ずかしい。全然だってタトゥー紹介するの。いや、大丈夫っす。大丈夫っす。そうそうそう、はいはい、はい、はい、脱いで。タンクトップで恥ずかしいよ。脱いで、脱いで。はい、脱いで。はい、それこそね、やっぱタトゥー履いてる人が多いのでタトゥーを紹介していきます。はいはい、いいね、いいね。今回は私が仕切らせて、私が仕切らせていただきます。はいはい。あー、なんか知らなければ近づきたくないな。タカさん顔怖いし。怖いよね、タカさんの顔。本当に怖い。なんか上着脱いでとかはちょっとなんかやらしいので、もう見える範囲で軽くでいいんで、じゃあなんか、じゃあ好きな自分の気に入っているというか気に入ってるから、まあ、紹介したい部位2つぐらいでいいんじゃないですか。それ俺が今 MC やから今。あ、失礼しました。なんかめっちゃ回し始めるやん。はい、俺は MC やから。お願いします。はい、じゃあちょっとくれる今の。はい、うん、どうぞ。じゃあ気に入ってる部位を2つ、はい、うん、リュウが考えてくれたやつ。はいはい、でもこれノーカットやからさ、結局バランスしてやんの、はい、お前。結局ノーカットやから大丈夫。無理無理。じゃあ何て言ってたっけ、リュウちゃん。自分の気に入ってる部位を2箇所。はい、はい、何言ったっけって言ったから俺が代わりに説明させてもらいました。はい、はい、じゃあ、はい、気に入ってる部分2つ。はい、じゃあ2つだけ。部位よ。あ、柄じゃなくて、柄、部位、部位って言ったら腕とかみたいなとかの方がいいんじゃないですか。まあダラッと、じゃあさらっと、じゃあダラッといこう。まあもう全身やったらもうこれ終わらんな、終わんないんで。じゃあ俺が、じゃあカメラ持ってさらってやっていけないな。さっきみたいなスタイルでいいんちゃう、前に出て。あ、じゃあ見せる時だけ。じゃあエントリーナンバー1番、リュウちゃんから見える範囲でさらっと。あ、僕から、はい、張り切ってどうぞ。これは難しいですね。なんかタトゥー紹介って難しいよね。なあ、どこ話し出したら多分終わらないですよね。はい、まあ、ちょっと全身入ってるんで、もうキリがないので、僕はじゃあもうあ、左手と、ジャンルからまずエントリーナンバー1番。はい、エントリーナンバー1番、リュウヘイです。ジャンルは、ジャンルは、僕はアメリカントラディショナルなんですけど、まず左腕はちょっと、ニュースクールっていうジャンルですかね。ジャンルがいっぱいあるのかい。ありますね、タトゥーでも。そういうの教えろよ。はい、アメリカントラディショナルの中でもこう新旧とあるので、僕右は結構こういうなんかチープと言いますか、アメトラで、はい、アメリカントラ、アメトラですね、通称。ちょっとダサが可愛いような感じのデザインが多く入ってるんですけど、まあ、とりあえずニュースクールの左腕を紹介します。イエイ、はい、イエイ。難しいな、紹介って。あれじゃもう好きなもうダラーっと好きな柄でいいんちゃうか、はい、全体ダラーっと見せていただいて、 V って言ったらもう腕で終わっちゃう。まあ確かに、うん、全体ダラーって自分の好きな絵とか言ったら、はい、まあ、でもよくかっこいいですねとか言われるのは、自慢かよ。自慢じゃないんですけど、この左腕の、ニュースクールのスタイルのこのジプシーですかね。あ、そう、ジプシー。ジプシーってダメですか。ジプシーさん、はい、ジプシーさんです。はい、はい、まあまあ
あけどいいですね、ちょっとかっこいい、ね、手首まで感じの手首までね、はい、ゆうちゃんは僕はここら辺ちょっとアトミック柄が入ってたりとか、そのままナストイズに繋いでますね。かっこいいね、はい、ちょっとバラバラからこう缶オケ缶オケから、もうちょっと下がってください。あ、こんな感じですかね。ちょっとこう缶オケからこうスカルの腕が出てて砂時計を持っててこういう風になってるんですけど、まあ、これで、一つの生と死を表すようなちょっと意味合いに、人生を表すような意味合いになってますね。すごい、はい、どっか、まあ、ちょっと全部黒で埋まっちゃってて左腕はもうほとんど肌色がないんですけど、はい、なんでちょっとバラとかも多いです。タトゥー入れて後悔したことありますか？全くないですよ。はい、じゃあ、はい、でこれは大阪のあのデスペラードエクスチェンジっていうタトゥースタジオのユウさんに彫っていただいてますね。こっちはねちょっともうチープな感じのタッチなんで、うん、まあ、これですごい新旧が分かるんじゃないかなと思うんですけど、ここら辺はあのクールタトゥーイングマサトさんですね、よくゲストワークとかもしてもらってる名古屋の彫り師さんですね、にちょっとこういうデビルとかスカルのスパイダーウェーブとか入ったりしてます。あとこういうギャンブル系とかフライングアイ、まあ、ラッドフィンクとかもいます。かわいい、はい、これもギャンブルネタ系ですね、はい、まあ、肩までこうスパイダーウェーブが入ってるんですけど、こっちもあったと思いますね。後ろで高さがすごい怖い顔してる、はい、っていう感じですかね、ざっくりは。ありがとうございました、はい、まあ、あと足も同じような感じでニュースクール、オールドスクールっていう感じになってます。ちょっと軽く見せて足を。じゃあ足、うん、はい、軽く足映りますか？あら、はい、こんな感じです。こっちはこれ結構気に入ってるんですけど、ニュースクールのブルーパンサー、すごいいい色だね。いい色でしょ。これ普通ブラックパンサーなんですけど、確かにちょっとこの当時はブルーが流行ってたんですね、うん、ね、青みがかった、はい、ブラックパンサーみたいなね、とかシフトノブとかが入ってたと思います。はい、はい、バッチリです。ざっくりこんなもんです。はい、ありがとうございました、はい。じゃあ、エントリーナンバー2番、はい、平井隆弘くん、はい、できてどうぞ。名字言われた。タカさんは、じゃあもう、俺はリュウちゃんと違って、もうほとんどブラックグレーのトラディショナルです。こっちちょっと色入ってるとこもあるんですけど、まあ、まあ、僕が入ってるとこは腕、胸、ね、いやもう、後ろあたり。とりあえず腕の紹介で。うん、一応ね、あの、まあ、これはちょっと自分的にちょっと面白くて、ナストイズのタトゥーが入ってるんですけど、なぜかブランドのオーナーより俺がでかいっていう。さっきちょっと見たと思う。リュウちゃんのね。そう。リュウちゃんのやつよりも。なんか一緒に入れようぜっていう、みんなで一緒に入れましょうっていう話になって、じゃあ俺も入れるわって言ったら俺が一番でかかったんだよ、はい。これね実は3人で入ってるんですよね。うん、けど高さんのが、うん、そう一番でかかった。倍ぐらいでかくて。俺のブランドがいうぐらいでかかった。あれ笑ったわ。なんかでかないよね、まあ、高さんだけなんか自己主張が、まあ、ここちょっと俺好きかな、この言葉、俺のキャッチフレーズになってるんですけど、なにわの写真家っていう、ここがちょっと俺は好きです。はい、あとね、あ、やっぱこの YouTube で、まあ、俺タトゥーって言われたらもうここしか見ない、もうもう見てないと思うんですけど、ここにね、今脱げないですけどね、ここ入、まあ、これね、あ、みんな知ってると思うけど、まあ、ちょうど今持ってる、これです、これがこうなってます。はい、金玉にね、はい、これはマジで俺はちょっと気に入ってるんですよ、本当に見たと思うけど、いやいや入れてます、ね、はい、入れてもらってこんな感じですかね。金玉入ってます、はい、まあざっと高さもアメトラでね、うん、こうざーっともう全部アメトラですね。でこっちがまあこれバラバラなんやけど、まあさっきゆうちゃんも言ったクールタトゥーイングマサトさん、マサトさんだね。とあと僕はスリータイズタトゥーっていう大阪のタトゥースタジオの、直美ちゃんっていう子にちょこちょこ入れてもらってますね。その2人に僕は入れてもらってます。はい、どれが好きですか？好きなんはでも意外とこの鎖骨のこのラウンドの文字が俺はちなみにタカさんのタトゥーで一番好きなのは猫ですね。どっちの猫やろ。猫ね、俺ね3匹ぐらい入ってて、あのマサトさんの猫好き、ジョンソンボタン、ジョンソン、これねそれ好き。この猫はね一応ね、あのすげえラフに描いてるんですけど、これジョンソンモーターズっていうブランドのね、なんだ、ワイルドキャットっていう
柄があって、それかわいい。それと同じ柄をちょっとま入れたっていうだけなんですけどね。はい。アメトラもいいな。うん。裏は何ですかね。白もこれ一応猫。猫のこれはねキャットウーマン。キャットウーマンね。うん。猫好きだね。猫。これは俺が飼っているササミっていう猫。あのクソ猫ね。猫だらけ。猫だらけです。はい。じゃあ猫おじさんでした。そんな感じで、やっとやらせていただいてます。はい。はい、お戻りください。は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 い、ピントは合わせ直してください。いろいろごちゃごちゃ動かしてからね。お戻りください。はい、じゃあここから。じゃあ、はい、経験値を。最後なおちゃんです。はい。じゃあここからは僕がカメラ持ちますよ。はい。一回座って。ヒントがぐちゃぐちゃ。はい、エントリーナンバー3、森下直也。はい。はい。失礼します。はい。よっしゃ。よいしょ。よっしゃせ。はい。どうしようかな。適当に行きましょう。僕のタトゥーで言うと、最近入れたのがここ。耳の横、はい、一応ねこのメンバーによく言われてるんですけど、顔は入れちゃダメだよってよく言われるんですけど、はい、なのでここは僕の中では顔じゃないと思ってます。耳前、はい、もみあげ後ろ、もみあげより前は顔やと思うんですけど、ここは顔じゃないよね。りゅうちゃん、タトゥーの病の人はね、そこは顔じゃないって言うんですよ、うん、でここほらタカさん、タガ剣ね、だが、左がだが、けどここちゃんと真ん中にアイアンクロスだけです。細かくでちょっと見えないと思うんですけど、好きだね。はい、はい、で右がこれ槍です。槍、矢、どっちも攻撃っていうので、うん、なるほど、攻めていこうぜっていう意味合いで。なるほど、なるほど。僕もこれはデスペラードのユウくんに入れてもらってます。うん、はい、あとは首ですね。こっちはタカさん、オオカミ入ってます。うん、ウルフ、ウルフ見えるかな。見える見える。ウルフ、こっち向けにガオーって言ってるウルフが入ってます。名古屋は結構ブラック&グレーのポートレートより。そうですね、僕はブラック&グレーです。はい、モロにギャングタトゥー、はい、ギャングのスタイルのタトゥーですね、はい、ギャングタトゥーのブラック&グレー、はい、で、これがウルフで、こっちがトラが好きなんで僕、うん、動物の中で、うん、これをトラもこっち向いてガオーって言ってます。はい、ちょっと分かりにくいかな。センターは、センターはクジャクの羽が入ってるんですよ。クジャクの羽か。で、意味合いが、僕は基本的にタトゥーって全部もうお任せなんですよ、うん、もう完全にお任せです。今日何入れるって、もう好きなの入れてくださいって感じなんで、うん、で、堀内さんが言ってました、これはクジャクの羽はなんかクジャクって綺麗すぎて乱獲されるんで、うん、そんだけ人気が出るとか、そういう意味合いがあるみたいな。いい意味合いだね。引っ張りだことか、あと幸運の意味があったりとか、はいはい、人気者っていう意味で結構いいみたいって言ってありました。良かったですね。だからお任せすればいいと思います。そんな僕がガラ決めたらこんなかっこいいの思いつかないんで。うちは持ち屋なんで、うん、はい、はいはい、じゃあ次ちょっとさっきからチラチラ見えてる手の甲からいきますか。甲から、うん、手の甲ははい、アイアンクロスが入ってます。はい、寄ってあげたら、はい、下ね、アイアンクロス、うん、もうちょい上、アイアンクロス、両方ともアイアンクロス、片方が、炎をまとったアイアンクロス、うん、こっちね、こっちね、で、こっちは、クラックしたアイアンクロスです、うん、まあ、それ、ね、対になってんのいいよね、すごい、で、対になったんで、指輪も合わせました、なるほど、で、だけです、はい、あとは手のひらは、おなじみの、おなじみの YouTube でもさせてもらった例の YouTube で言った、これまだ途中なんですけど、はい、もうちょっと色入れたいですけど、うん、はい、痛いね。レフトライト、どっちがレフト、右がライトで左がレフトでしょ。ライトレフトね、はい、はい、手信号ね、手信号、はい、手信号、僕らの車信号ないんで、信号ちゃうわ、ウインカーがないので、はい、具体的な手信号です、はい、手信号です、はい、で、あと紹介できるとこは、まあまあ、じゃあもう腕でいい、うん、はい、じゃあ腕がこんな感じで入っております。完全にニュースクールゴリゴリのポートレートか。昔シベリアンハスキー飼ってたんで、うん、ハスキー入ってます。狼なんですけど、狼とハスキーを
入れてます。はいはい。でこっちはクロスの中にマリアさんがおるですね。 こっちは堀さん違うんですけどね、うん、タトゥー哲也って、タトゥー哲也さんのタトゥーは哲也さん、そっちは全部東京の時の堀さんなんで、うん、東京の時はもう哲也さんにずっと彫ってもらってて、うん、最近大阪に来てからはずっとユデスペラードのユークに彫ってもらってます、うん、これクロスの中のマリア、なるほど、ね、東京あとまあカラベラメイク、メキシコの、違う違う、メキシコのカラベラちゃん、メキシコのあのあれやろ、死者のメキシカンスカルのメイクやろ、そうカラベラメイク、まあまあそっち系のメイクしたマリアですね、うんうんうん、あとこれここはトラストとか、まあ真実系がどっちも入ってて、うん、ぐらいかな。あとはまあファーストタトゥー教えて。ファーストはこのこれもキャデラック5級の、おう、それファーストか。はい、5級キャデラックがファーストです。ゆうちゃんファーストは？僕も左腕ですよ。トゥーフェイスです、ね。トゥーフェイス。高さんはどこなんですか？これ耳裏の星。あ、耳裏ね。星。その時に俺これ入れたね。この当時もこの5級のキャデラックがすごい好きで、うん、いつかこれに絶対乗ってやるっつって二十歳の時に入れて、全く乗ってないね。まあそんなもんやな。そんなもんだよね。絶対乗るんだって言って気合い入れて入れたのに。あとお金稼ぐんだとか愛が欲しいって払い入れたりとか。ちなみに次予定してる場所とか次入れようと思ってるところはありますか？まあちょこちょこ隙間埋めていってとかですかね、うん、なんか決まってんの柄とか？いや僕は柄は決めないんで、はい、相変わらず。ゆうちゃんは？僕はね背中が途中なんで、ね、あ背中の続き背中とか、あ高さんでこれフォード太ももとか割って入る太ももとかフォードフォード、ゆうちゃんのエンブレム、ここモデルTの、はいはいはい、あ一緒、あ本当だって感じですね。ですかね、はい、まあ、全部紹介してたらもうキリがないんでね、はい、もういいんじゃないですか。とりあえずまあこれこんなもんかなって感じですよね、はい、もう満足です私、ありがとうございました、はい、なんか急にちょっと送ってたら急に割り込んできてタトゥー見せろって言われて、はい、ぐらい何なんですかやりますまあでもこれも言われてたんで ねできてよかったんじゃないですか。確かに、はい、じゃあ次回は、昔みんな何の携帯に使ってたかをやりたいと思います。誰も興味ないと思います。、はい、まあこんな N とかの話ですね。503とか B とかね。まあまあ、僕たちは皆さんのコメントに基づいて企画を組んでいきますんで、見たいとかやってほしいとかあったらコメントください。はい、はいはい、そういう形で頑張ってやっていきます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとう、突然ごめんね、ありがとうねありがとうね、いきなりごめんね、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 また終わりもそういう感じで、また来るからまた来るから、チャンネル登録よろしくね、またまたまた、ありがとうございました、聞いてね、ありがとうね。